マリア・ヨーゼファ・フォン・ポルトゥガルは、バイエルン公、カール・テオドールの二度目の日、ベルギー王妃、エリザベートの母、ポルトガル5名、マリア・ジョゼデ・ブラガンサ。ポルトガルの俳優ミゲル一世とその妃である、デイ,イコール・ベルトハイムイコール・ローゼンベルク公女、アデライデの娘として、バイエルン王国のブロンバッハで生まれた。1874年4月29日に、オーストリア皇后、 エリーザベトの弟である、バイエルン公カールテオドールと結婚した。カールテオドールは、最初の妻のザクセン王女ゾフィーと死別しており、この結婚は再婚だった。夫婦は、ミュンヘンで暮らした。夫は結婚後、専門的に薬学を学び、カールテオドール公万会医院を創設した。マリア・ヨーゼファは、万会医院を熱心に手伝った。夫の死後も、 ミュンヘンで暮らして85歳で亡くなり、テーゲルン税修道院に葬られた。カールテオドールとの間に二男三女を設けた。ベルギー王妃となった次女、エリーザベトの子に、ベルギー王レオポルト三世、イタリア王妃、マリーア・ジョゼがいる。また、その子孫たちの婚姻のため、ベルギー王室、旧イタリア王室、旧ユーゴスラビア王室、 ルクセンブルク大公家、リヒテンシュタイン公家などにマリア・ヨーゼファの子孫がいる。ありがとうございます。